According to the official website of Judaism, it writes about origins of the Star of David as follows. It doesn't have any religious significance in Judaism, but it is one of the symbols most commonly associated with the Jewish people. The origins of the Star of David are unclear. We do know that the symbol hasn't always been associated exclusively with Judaism, but was used by Christians and Muslims at various points in history. Sometimes it was even associated with King Solomon instead of King David. ダビデの星について次のようにあります。ユダヤ教においては宗教的な意義はない。ユダヤ人のただのシンボルに過ぎない。ダビデの星の起源ははっきりしていない。また、必ずしもユダヤ教と関係しているわけではない。キリスト教でもモスリムでも使われている。また、ダビデ王ではなくソロモン王とも 関係していると。広瀬林浜し、ハママセディジャパン。ゼカリアシッチンの書いた本の中に、こんな挿絵がありました。意義、つまり火星人を表した絵なんですけども、その絵の中に、六方向に伸びる 星が描かれていたというのです。ここに六方向の光線を示す星が描かれています。この星とダビデの星は大変よく似ています。また別の挿絵の中には八方向を示す金星が描かれています。その下にいるのはイスターです。イスターのシンボルマークは金星ということに になります。この6と8を手がかりに太陽系の惑星と当てはめてみます。6を火星と置くならば8は金星ということになります。一致します。で、これを基準に惑星の順番を考えてみます。太陽系を外から見て数えます。 火星が6番目の惑星、金星が8番目の惑星ということを基準にして考えますと、この図の中では一番右にあるのが海王星、その左が天王星、そして土星と続き、木星と続きます。そして火星が6番目の惑星ということになり、地球が7番目、そして金星が8番目、そして水星が9番目となります。で、一番右に一応 ニビルを置いてみました。明誉星を外しました。そして、八房星、七房星、六房星、五房星とぴったりと合います。そして、一番右の上がニビルのシンボルマークです。このように説明がつくということですね。で、この仮説が正しいかどうか、これから検証してみます。もう少し、ゼカレシチンの本を詳しく読んでみたいと思います。 この本の中に、まあ、こんな挿絵が載っていました。上の挿絵に注意してください。この挿絵の左上の方に8方向に伸びる金星が描かれています。8方向に伸びる金星がイスターのシンボルマークです。8という数字と金星とここで結びつくわけです。で、バウンダリーストーンを見てみますと、頂点に イスターが立ちます。女神中の女神です。メソポタミア、バビロニアでは頂点に立ちます。そのイスターのシンボルマークは、八方向に伸びる星、すなわち金星ということになります。八という数字と金星と結びつきます。左が神、まあ父親ということになってますけども、月の神です。そして、その左上の絵の中には、 ま、これはあの乗り物なのか、あそれともアフラマズダーなのか、判断しかねていますけども、アフラマズダーらしき絵が描かれています。そして、えー、このバウンダリストの中では、神を頂点に立てて、そしてイスターの文章,文章が描かれています。8方向に伸びる金星です。8という数字と金星がこうして繋がっていくわけですね。 まあそういうところから、ゼカレシチュンは、惑星を外から数えたものだと判断したものと思われます。海王星、天王星、土星、木星、そしてここに火星が来て、7番目に地球が来ます。そして、金星が8番目となるわけです。で、やはり、冥王星を外しているってことになります。あれ、冥王星を入れると、まあ、 えー、旧惑星となるわけですねで。もう一つ惑星があって、その外に第十二惑星、すなわち惑星 X と呼ばれている星と私は考えてますけども、ニビルがあるということになります。で、これに冥王星を加えますと、まあ、数字がちょうどうまく合うということになります。金星は八方向に伸びる。星で表したというのは、まあ、八番目であるからというふうに考えるのは、ごく自然な まあ、論にてますか、考え方だと思います。そして、まあ、惑星 X と呼ばれている、多分、これが2ビルだと思いますけども、えー、10番目の惑星となりますけども、一般には第12惑星と言われてますから、もう一つ小さな惑星を数えていたのかもしれません。ともかくも、8方向に伸びる金、まあ、星がですね、8番目の惑星である。まあ、こんなことをですね、 えー、古代の人たちが知るよしもないことですから、これを知っていた人が、橋という8番目の惑星、の8、金星ということにしたと考えられます。右上はです、ね、これ、ツタンカーメンの墓の中から見つかった紋章です。で、同じようなものが、除、え、花、ー、副儀の絵の中にも描かれてますけれども、中央にあるのはこれ、太陽です。 太陽ですね、その周りにもやはり10個の惑星が描かれていますすなわち古代の神々すなわちエイディアにとって10個の惑星というのは常識と常識であったと考えるのがやはり自然ではないかと思われますでは神々はどこから来たのかそのヒントとなったのが「くさび形文字」と「甲骨文字」です 左上がくさび型文字で、右が甲骨文字です。この両者を比べていただきますと、形が大変よく似ているのがわかります。意味も同じです。星から来た一つの間、神ということになりますし、発音もディンギルとデイで大変よく似ています。そして先ほどのゼカラシッチンの本の1ページですけども、今度はこの赤い枠で囲んだ写真に注意してください。この 最初の中に左上に六方星が描かれていますそして中央にイギギが描かれていますゼカレシッチンはイギギは火星人だと説いていますでそのことについてこのように書いています6つの星の下に いるのがイギキすなわち火星人というわけですそして12番目の惑星のシンボルすなわち第十二惑星ニビルということになりますけどもその十字形が描かれているということになりますでもう一度、ここを見ていただきたいんですけども中央に 太陽、その下に第12惑星のニビルが描かれているということになりますね。そしてその右下にイギキすなわち火星人が描かれています。そして左上には火星のシンボルマークである六芒星が描かれているというわけですね。そしてこの人たちがその中央のイギキに対して手のひらをかざしています。これは何かということですけども、これはエジプトの壁画にその 証拠が残っています。つまり挨拶です。手をかざしてますね。で、必ずしもこう、目上の人に対する挨拶とは限りませんけれども、というのは、目上の人らしき人がですね、えー、下の者らしき人に挨拶しているのも描かれています。まあ、このように、古代エジプトではですね、えー、まあ、挨拶をしたということです。両手を広げて挨拶をしています。 したということですね。それと同じ様子が左上に描かれている。そして、両側の人は中央の人に手をかざして挨拶をしています。つまり、まあ、中央の人は、これはより上位の人ということになります。で、これは誰かということなんですけども、頭の長さに注意してください。コーンヘッドですね。コーンヘッドです。まあ、こうした コーンヘッドの頭蓋骨がですね、世界中で見つかっています。300個以上見つかっていると言われています。で、これが人間なのか人間でないのかってことですけども、人間ではありませんね。明らかにこれは人間ではありません。頭蓋骨のですね、骨の数が人間とは違います。 まあ、ともかくもこの両者を比べていただくと分かりますように、このイギギ、すなわち火星から来た人というのは、超頭人間であったと考えられます。もっと正確には、縦長超頭人間です。横長超頭人間は、ドゴン族のレリーフに残っています。で、頬骨っていいますかね、両脇が異様に出っ張っていると。で、私はこの縦長超頭人間はイギギと判断しました。バイ・林宏です。 で、右が人間の頭蓋骨ですけども、まあ見るまでもなく形が違うってことですね。で、眼光も大きいです。まあ子供の時から、赤ちゃんの時からね、頭を巻いて、このような頭を変形した頭を作ったという説は、もうこれで吹っ飛ぶと思います。で、さらに詳しく調べてみますと、先ほど言いましたように、まあ火星から来た人といって断言していいわけですけども、この超等人間の 頭蓋骨にはですね、あるべき骨がありません。この頭をこれから検証してみます。今、人間の頭蓋骨とは骨の数が違うと言いましたが、これは人間の頭蓋骨です。ちょうど頭の中心部でですね、このように3つに分かれています。 この上の部分が一枚しかないということですね。これは人間の頭蓋骨です。頭の頭頂部を中深くご覧ください。縦に方向線がありますね。しかし、超等人間、すなわちエロンゲイティッドスカルにはその縦の方向線がありません。横の方向線は見えますね。しかし、縦の方向線がありません。 この丸の部分に注意してください。ここに本来あるべき方向線があります。すなわち、これは人間の頭蓋骨ではないということになります。他のコーンヘッドの頭蓋骨とも、も見ていただきます。右が人間の頭蓋骨です。まあ、子供の時から繰り返しますけども、板や布でですね、頭を巻いてこのような頭を作ったという説は、もう通用しませんね。 ここに縫合線があるはずなんですけども、縫合線がありません。いくら頭を縛っ,っても、縫合線まで消えるということはありません。これは、エクアドルで見つかった骨ですけども、もう、この骨を見つけて私実は5、6年、5、6年になるんですけどもね。まあ、あの、この骨の、やはり、この頭頂部を見てください。左が人間です。右が、まあ、縫合線のない、 人間の頭蓋骨とということになります。私に知る限り、この写真が最もよくわかる写真ではないかと思います。まあ、前頭部に一本、方向線がありますが、しかし、後頭部にかけて二つに割れる方向線がありません。ありませんね。で、左が人間の頭蓋骨、右が超頭人間の頭蓋骨、なわち、 ちょうど人間の生きは少なくとも人間ではなかったということになります。その生きについて、ベルギー在住の研究者のスティーブン・セチャーさんが大変興味深い資料を届けてくださいました。これはヴィマーナです。インド周辺で現れた、まあ、エイリアンのクラフトということになります。ヴィマーナです。 まあこうしたビマーナがインド各地で目撃されていたということになります。スティーブン・セジャーズさんのレポートです。このマハ・ーバラータについては、えー、別のところで詳しく全文翻訳しました。 安乱期と人間と意義の関係が分かります。 話を先に進める前に、えー、キリスト教と人間との関係について説明しておかねばなりません。2000年前のイエスの実像と私が判断した絵です。この左上2つは全く同じ人物です。そして1500年後に、その同じ人物、すなわちイエスが現れました。これらは、 イエスの実像ということになります。そして、いろいろな彫刻や絵を残しました。これが替玉のイエスということになります。そして、替玉のイエスは処刑になりました。その間に立って、つまり人間と1500年後のイエスの間に立って、その接点で活躍したのが、右からミケランジロ、リオナルド、そしてシニョレリ。 ラファエルもそれに変わると思います。ですから、中段はですね、操り人形であったということになります。特にシノレリとダヴィンチは同一人物なわち、レオナルドは存在しませんでした。シノレリに火をつけ、大きな鼻をつけたのが、レオナルドということになります。そのイエス、つまり2000年前のイエスは、 火星人と接触がありました。その証拠がこの絵ということになります。まあ、写真から起こした絵ということになります。右にいるのが超頭人間です。この超頭人間の首の下を見てください。顎の下を見てください。生命維持装置のようなものをつけています。それから左側にいる2000年前のイエスも奇妙な衣服を身につけ、頭には奇妙な帽子をかぶっています。この右の長頭人間の 顎の下を見てください。奇妙な装置がついているのがわかります。つまり、えー、2000年前のイエスの向かって右側に立っているのはコンヘッド、超頭人間、すなわち異議器、すなわち火星人ということになります。この顔と先ほどの、これはパラカスで見つかった超頭人間の頭蓋骨ですけども、輪郭線がぴたりと一致します。 ここが重要ですから、しっかりと確認してください。なあち、2000年前のイエスの向かって右側に立っているのは、火星人ということになります。火星から来た人、すなわち、異ギキということになります。右の絵は、ブルガリア・ソフィアのアレクサンドラ・レフスキー寺院に残っている絵です。この中にも奇妙な人物が描かれています。頭が異様に長い。 そして顔が人間らしからぬということです。現在この絵は修復され、まあ、完璧に近いほどまで西洋人に描かれています。ともかくも修復される前の絵を注意深くご覧ください。この顔の、この顔もですね、やはり左の超人間の輪郭と一致します。もう少し顔の比較を進めてみます。今言いましたように左が2000年前の イエスです。これもイエスということになります。顔が同じです。両者は全く同じです。これがまあ2000年前のイエスということになります。そしてまあ操り人形のイエス、つまり替え玉を使って活動していました。 その階玉の方は処刑になってしまいました。それについての動画は詳しく別のところで説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。つまりこの両者は違いが全くないという点で同じ人物だというところに注意してください。左が小刀人間と一緒に描かれていた人物です。面がまた別の絵ということになります。 この左、右のですね、向かって右の周辺にいるのは、えー、2000年前のイエスの弟子たちと林博士は判断しています。すなわちこの両者は2000年前のイエスということになります。そしてこの2000年前のイエスは、やはり首のところに奇妙な金をつけています。ここの部分です。この部分に注意してください。先ほどの 超党人間と同じように首の下に、顎の下に奇妙な器具をつけています。これは何かということになります。やはり私は生命,装置生命維持装置の一部ではないかと判断しています。そして今も言いましたようにこの周辺に、イエスの周辺にいるのは実はイエスの仲間ということになります。そして右の人もですね、やはり これははっきりしませんけども何かしら、シワのようでシワでないような生命維持装置のようなものをつけているのがわかります。この黄色い上下に管のようなものが走っているのがわかります、まあ。ともかくも、ここに描かれている人たちは、こうした器具を必要とする人たちであったということになります。そして、右下の先ほどの超灯人間と比較してみてください。やはり、 ま、奇妙なものを取り付けているということになります。そして、パラカスの超等人間はそのまま、ゼガレシッチンの本の中に表せ、表されている、この超等人間、きギきとつながっていきます。つまり、これらは皆、火星人ということになります。すなわち、6番目の惑星から来た火星人ということになります。第6惑星ですね。もちろん、そんなことを知っているのは、宇宙を自由に航行できる人たち、すなわち、エイリアンということに、 なります。人間ではありません。で、私が考えた七曜日のモデルについて説明しておきます。現在私たちは日月火水木金銅の七曜日を使っています。1プラス6イコール7の比数学です。7番目の地球の話ということになります。 そして太陽ですね。水星。金星。そして月です。地球は月と置き換えます。内惑星です。そして火星。木星。土星。1プラス6の比数学です。7です。そしてこのブルーの枠で囲ったのが内惑星。そして火星、木星、土星を 外惑星と言います。そしてそれをダビデの星に当てはめてみます。水星。縦三角がこれが内惑星を表します。金星。地球です。これで内惑星ですね。今度は外惑星を置きます。火星。木星。土星。 と並びます。逆三角形の、逆三角形は外惑星を表しているというわけです。これを順に読みますと、日月火水木金土と並ぶわけです。中央に対応を受けます。まあ、ともかくも、月、火星、水星、木星、 金星、土星、そして、えー、私たちが現在使っている日月火水木金土の七曜日ができたと私、林博士は考えています。バイ、林博士です。そして現在のカレンダーへとつながりました。まあいろいろな説明がなされてますけれども、大変難しい説明ばかりで、まあ読むだけでも大変な説明です。 が、私の説明は大変わかりやすいと思います。そして、この、六方星をもとに、中国に残る、引用、五行論が生まれました。月を外して、そして、今度は逆回りに、それを並べていきます。木星ですね。火星ですね。土星ですね。逆回りに置いていきます。 金星です。そして水星です。そして木下独根水。あるいは木下独金水の中国の五行理論が生まれました。つまり同じモデルで生まれたということになります。ここでは2プラス5イコール7の指数学が使われています。繰り返しになりますけれども、こんなことをしていたのは宇宙を自由に航行できたエイリアンということに なります。人間ではありません。で、そのモデルはどこから来たかということになりますね。当然、火星ということになります。上が地球で、下が火星です。地球と火星の自転周期はほとんど同じです。ですから、曜日の概念を火星人がですね、地球に持ってきたと考えても、私は驚きません。 つまり、曜日のモデルの原型を作ったのは、6番目の惑星に住む火星人であったというふうに考えられます。で、結論ということになりますが、このように、第6惑星と、そして第7惑星の地球、そして第8惑星の金星が密接不可分につながっていく、すなわち、太陽系の惑星 の順番を表しているということになります。そして、私たちが現在知っている、えーまあ、シンボルマークですね、えー。8方向に伸びる金星、そして7方向に伸びる7防星、そして6防星、5防星というのは、それぞれ金星、地球、火星、それから木星に対応しているということになります。 そ一番目にこれはあの、第12惑星のニビルを置きましたけれども、もう一個惑星があるというふうにエイリアンたちは考えている、いるというふうに、まあ、推察できます。そしてこの火星の6番目のシンボルマークがダビデの星ということになります。つまり、ダビデの星の意味はですね、第6番目の惑星を表すシンボルマークということになります。その証拠を今皆さんにお見せしました。 火星人、火星人、火星人ということになってくるわけですね。そして、この火星人たちがユダヤ人たちを助けた。その一つがイエスとの関係ということになります。ですから、ユダヤ人が、のシンボルマークとして使われていたとしても、おかしくないということになります。もう一度、左の2000年前にイエス、そして、その横で、右に、向かって右側に立っている、ちょうど人間を、 見ていただきたいと思います。これは一般には、婦人と、えー、説明されていますけども、婦人なんかではありませんね。大変まあ、普通でない顔をしています。そして、顎の下には、生命維持装置らしきものをつけています。なあち、このダビデの星は、火星を表すシンボルマークということになります。これが林博士の結論です。 なじ、火星から来た人たちのシンボルマークということになります。最後にもう一度、ユダヤ教の公式,公式ホームページの説明を読んでいただきたいと思います。ユダヤ教においては宗教的な意義はない。ユダヤ人のただのシンボルに過ぎない。ダビデの星の起源ははっきりしていない。 また必ずしもユダヤ教と関係しているわけではない。キリスト教でもモスリムでも使われている。またダビデ王ではなくソロモン,ロモン王としても関係している。まあ、チンプンカンプンでいうわけわからんというわけですね。しかし、このダビデの星を火星のシンボル、そして火星から来た人たちのシンボルと考えると謎はすっきりと解けます。これが今日の私、林士の結論ということになります。 Bye for now.